です、今日は、11月8日日曜日、昨日の、前編ですね、収録オフ収録、15、20前編を、前回お送りいたしました。高型駆逐艦4隻の成京第10駆逐隊を含む艦隊で南西諸島防衛戦、バシー海峡、キス島沖、ジャム島沖、マラッカ海峡、ペナン島沖深部に展開、各海域の敵艦隊主力を捕捉、これを撃滅せよ。そして秋雲海に駆逐艦の機関を務めたと、そういった施設のつながりから活躍しているということで思います。上陸名ですね、こちらの方で質問していきましょう。
Wait, Uncle. ようやくボス戦までたどり着きましたね。では全巻戦闘開始ですね。みんな頑張ってきてね。しても、勝利が必要になりますので、このまま予選に突入しましょう。予選開始です。ごめんね、みんな。せっかくだからもらっておくけど、もちろんこれはみんなの戦果よ。マラッカ海峡を抜けてですね、星の数が 1,2,3,4,5,6,7,8 と、先ほどの海峡よりも、当然最新海峡ということで難易度は難しくなってはいます。編成内容については、どうしても史実を元にしているマップなので、ハネロかつ神風を含めた艦隊、そして、速度を統一、そして駆逐艦が、3隻以上、最終の、このジェーマスからピーマスに、には高速プラス以上の統一が必要ということなので、それ用の装備の方に今から換装したいきたいと思いますので、その間ちょっとだけまた休憩ですね、したいと思います。それでは休憩用の BGM ですね、おかけしたいと思います。では、艦隊ソロモンの海へをかけます。ご清聴ください。どうぞ。
隊、ソロモンの海へを、流させていただきました。まあ、ソロモンと言いますと、まあ、激戦区でありましたし、今まで過去何回も、まあ、イベント会議にも指定されるほどですから、まあ、いずれまた、行かなければならないところだと思いますが、まあ、それに備えて、準備をしていきたいと思います。シャケさん、ご来場ありがとうございます。今日は、主力オブ主力中央無尽の、後編となっております。こちらの最後の、回帰突破できるように頑張っていきたいと思います。サケさん、コメントありがとうございます。まだ、クリアできてないということですから、でもまだ時間は十分ありますので、じっくり時間をかけて攻略していきましょう。ではやはりハグロが主人公なので、機関を務めてもらいます。高速プラスの、速力にするために、新型高温高圧艦として、改良型艦本式タービンを搭載して、速力が増している状態になっています。シャケさん、コメントありがとうございます。あと一つ勲章があればカナさんを解任できるので頑張りますと。これはもうモチベーションはもうとてつもなく高いというところですね。頑張って勲章を獲得していきましょう。はい、そして、この海域のまあ主人公である、神風、こちらにもハグと同様に、新型の高温高圧艦、そして改良型の艦本式タービン搭載させて、速力は高速プラスになっています。巻雲海にも、同じく高速プラスの装備編成となっています。まあ、このようにしてしまうとちょっと火力の面では、不足気味になってしまうんですけども、そこをなんとかハグロで、カバーしていければなと思って、編成しています。はい、遊軍も買いに一緒に頑張りましょう。はい、マキングも、今回もお役立ちですね。風雲ですか？絶対わざと間違えてるよね。違うの？嘘だ。もう。はい、風雲会にも、やる気満々ですね。以上6名の出席となります。本当にこの海域はハグロに頑張っていただかないといけないと言いますか、まあ、そのために用意されたようなマップですので、それではマラカ海峡を抜けて最深部に抜けて進んできましたね。はい、さあ、先ほどは、打ち漏らしてしまいましたけども、今回は、全て、
期待していきたいと思います。それでは戦闘開始です。先ほどはすべて、攻撃が、かすってしまった程度でしたけども、今回はもう戦力はだいぶ削ってしまっているので、野戦で叩けるでしょう。では、戦闘開始です。野戦に突入。最後は秋雲が決めてくれましたが、やはりハグロの火力が、あってこその勝利ですね。このまま全ての戦いが終わってしまえばいいのに。お、これは珍しい。ルイちゃん、よろしくお願いします。なかなか珍しい子が来ましたね、ありがとうございます。作戦完了って、報告が。はい、これで、無事主力を無主力、中央無人、攻略することができました。ご視聴の皆さん、応援ありがとうございます。そして、カムスのみんな、ありがとう。では任務の方ですね、受領していきましょう。さて、達成できましたね。はい、こちら。3つありますけども、最近も、今も昔も回収資材が不足しておりますので、ここは回収資材をゲットしていきたいと思います。そして今回の目玉であります、この61センチ4連装3層魚雷の攻撃型、カゲロウ要塞に乗っているこの魚雷ですね、非常に強力な、魚雷ですし、何よりカゲロウ型誘導網型に乗せると補正が発揮されますので、今回星5になってますけども、回収をして次回のイベントですね、活躍してもらいましょう。これで先月のアップデートで、実装されました、任務ですね、野脇の大冒険であったり、先日の主力を無主力、一通り任務の方が、達成できましたね、あと練習の方が一つ残ってますね、ウォースパイト、コンゴー、アークロイヤル、ネルソン、およびJ 型駆逐艦から4隻以上含む艦隊の編成で、同ティータイム艦隊で本日中に A 判定以上の勝利4回以上、ティータイムは大切ねえと。この任務まだ残っているので、次回はこちらの方を、やろうかなと思います。
を達成することができました。ご視聴の皆さんの応援本当にありがとうございます。そしていつも見に来ていただいていらっしゃる方も本当にありがとうございます。まあ、チャンネル登録、まあ、いつも宣伝してますが、よろしくお願いします。まだされていない方はぜひ登録していってください。次回は、先ほども言いましたけども編集ですね、まあ、紅茶の国の、艦隊の人たちが、主役の回となると思います。その時まで、しばしのお別れになります。また、皆さんに会えることを期待しまして、今回の配信を終了したいと思います。さけさんコメントありがとうございます。そうですね、不思議な日ではありますね。数ある、記念日の中からこれを選んでしまったのも何かの縁かと思います。本当に皆さんお疲れ様でした。それではまたの配信でお会いいたしましょう。お疲れ様、それでは失礼いたします。じゃあね。